写真拡大。東京ドーム、東京都文京区に観客を入れて行う巨人戦が28日から始まる。福井県越前市の縫製工場では、読売巨人軍のユニフォーム生地を使ったマスクの生産が進んでいる。アパレルメーカートムスの関連工場で約10人のベテラン職人が裁断された生地をミシンで縫ったり、ゴムの長さを調整したりして1日約1500個を作っている。写真、大原一郎撮影。2層立体型マスクの表面生地は米スポーツ用品大手アンダーアーマー製で、昨季選手が着用したユニフォームと同じ素材。本拠地用の白地やオレンジ色の橙々しいユニフォームの布をそのまま使っている。伸縮性や速乾性に優れ、ゴム部分は耳が痛くなりにくい工夫がされている。工場の担当者は手作業で丁寧に仕上げている。日常生活や野球観戦に役立ててもらえればと話す。マスクは1個1500円税込み。販売方法などはジャイアンツオンラインストアまで。